武蔵国府後、武蔵国府後、一武蔵国府後、国市後、武蔵国府後、国川跡地区は、東京都府中市に存在する武蔵国の国府に関する遺跡である。国の史跡として、徳川家康の府中御殿後、国史館地区も含む。本項目では、関連する武蔵国府関連遺跡についても記述する。武蔵国府は、府中市に、 奈良時代の初め頃から平安時代の中頃にかけて置かれ、武蔵国の政治、文化、経済の中心地として栄えていた。国府成立には、府中市内で古墳時代に築かれた古墳群特に武蔵府中熊野神社古墳が特に関わり合いが深いと推測されている。国画の中枢にあった建物の柱とかつて、武蔵国府は玉郡にありと、 和名類受賞に記述があるだけで、所在地に関しては、諸説あり、正確な位置が不明であった。1975年以降の発掘調査により、多くに魂神社境内南北港と、旧甲州街道と京所道に挟まれた、南北300メートル東西200メートルの範囲が、国画であると判明し、その中の東西南北100メートルの範囲が、国画の中枢だと考えられる。 宮町2丁目5番に、宮町3丁目1番1、1番2、1番3、宮町2丁目1番16と、道3丁目1番1に挟まれ、道3丁目1番1と、道3丁目6番3に挟まれるまでの道路時期を含む場所が、武蔵国府跡と指定された。国府を中心に、東西 2.4km、南北 1.2km 範囲内で住居が発掘され、 確認されたものだけで4000件にも及び、7世紀末から8世紀にかけて爆発的に人口が増加した。主な出土品は、河原、仙、延面すずり。史跡指定範囲内の宮町2丁目5番2に、史跡整備地が用意され、ふるさと府中歴史館と共に見学することが可能となっている。発掘調査は活発で、1400箇所以上で行われている。 範囲は、武蔵の大地上に広がり、中心は、武蔵国宗者、大国魂神社にある。大型東西棟、総柱の南北東建物が発掘され、国府の主要施設が明らかになった。玉ートで土河ら府中市郷土の森博物館、展示。猿渡森厚は、武蔵宗者の東方にある、東神祖と古河原を残す軽所廃寺が、 漢字的性格を持っていたとしている。仏道基団の跡や上り旗を支える機構が確認されており、出土瓦には諸軍名を刻んだものの他に、らと記した文字瓦があるからである。そして古瓦の発掘発見は広範囲にわたるため、その付近一帯に国分寺の前身にあたる二次と国庁の存在があったと考察している。創建年代は国が成立に先行する。 白宝時代、河原は、ふるさと府中歴史館に展示。再現された、武蔵国府国史居館府中本町駅のすぐ東側、大国魂神社との間に位置する。西暦700年頃、武蔵国史の館が建てられていた地区。西暦1600年頃、徳川家康がここに、府中御殿を築き、徳川秀忠との対談や、高狩りでたびたび訪れていた。 伊藤洋華道府中店が移転のため発掘調査を行ったことで発見に至っている。伊藤洋華道はその後移転を断念し閉店した。2018年11月、国史巨漢を推定値の10分の1で再現し、バーチャルリアリティで家康の高刈りなどを投影する史跡広場が開設された。1590年建て、1646年、消失。府中市本町にある、 五殿山と呼ばれる富士山が見える継承地の五殿で発掘されたのは1646年に消失したもの。徳川家康、徳川秀忠、徳川家光が高狩り、あゆ漁をした際に休憩や宿泊をしたという五殿跡を発掘し、五殿跡は国の史跡に追加指定された。茶屋としても使用され、水を汲むために五点坂を通り玉川へ至る道は、 現在でも、ご茶屋街道と呼ばれている。ありがとうございます。